邪魔しないでよ。実はこのお花とっても美味しいもの。JR 北長瀬駅のすぐ近く、岡山市北区本屋町にやってきたもも。目指すはこのビル。お目当ての203カフェ、2階奥の隠れ家カフェ。いいじゃない、隠れ家カフェ。モンチも大好き。あ、お店を発見もも。中、縦に長い、広い。しかもアンティーク調でとってもおしゃれだね。いや、それにしてもとってもおしゃれですね。モンチのコメントを取らないで。さあ、綺麗なお花と植木鉢、これは一体。ティラミス、ココアや。実は植木鉢に入っていたのは自家製のティラミス。インスタ映え間違いなしだね。これティラミスってことはもちろん、はい、マスカルポーネと生クリームを混ぜたものが入ってます。手作りだ。はい、手作りです。あ、まずはココアパウダーとマスカルポーネチーズ。チーズじゃない、チーズ。はぁ、美味しそう。あ、甘さ控えめ。あー、ミルキー。コクのあるマスカルポーネチーズの下にはコーヒーを染み込ませたカステラ。ちょこっとビターな大人の味がするんだって。さらにさらに、ほうじ茶と抹茶もございます。え、土の色が変わる。はい、ほうじ茶の程よい苦味と鼻からふーっと抜ける香ばしい香りがたまらないんだって。抹茶も風味豊かで。っておい、何しょんな。そうそう、レッツダンシング。植木鉢ティラミスだけで十分じゃなんてね。紹介したお店のことをもっと知りたい。